はい、こんにちは。今日はですね、ダンス動画ということでですね、上げていきたいと思います。よろしくお願いいたします。実はですね、私事の話になっちゃうんですけれども、先日までですね、約3週間ですかね、私の会社のですね、スキルアップということで研修の方にですね、参加しておりまして、昨日終わったところでございます。そのですね、研修の中で私自身ですね、得られたものということでですね、まあ、詳しくはね、会社の内容はちょっと言えないんですけれども、まあ、今のですね、私のスキルで人よりも秀でているもの、それと相対しましてね、今の私の最大の弱点、そういったものがですね、分かったというところでですね、非常に、まあ、有意義なですね、研修でございました。まあ、その中でですね、まあ、なんでね、お酒の話になるのかということなんですけれども、その日々のですね、研修が終わるじゃないですか。そうするとですね、その夜というのは、その研修に参加したメンバー約70名ぐらいいるんですけれども、そのメンバーとですね、まあ、日々親睦を図るというかですね、まあ、懇親会があるわけですね。もうそうするとですね、まあ、言いたいことがですね、伝わるのかと思うんですけれども、まあ、要はですね、研修終わって毎日がですね、夜酒飲みになるわけでございますね。そこででございますよね。まあ、そういったことを、そういったですね、まあ、ものであるということをもちろんですね、私自身も知っておりましたのでね、本当に今回の研修を参加するにあたってですね、まあ、俺はね、酒飲まずにいる、これいられるのかなというのがですね、本当に不安でですね、まあ仕方がなかったんですけれども、結果から先に言いますけれどもね、その研修期間、まあ私だけでございますが、酒ですね、一滴も飲まずにクリアすることができました。もうその研修の懇親会なんですけどね、もう毎晩ですね、まあ、そういったことで酒飲みになるのと、お酒自体もですね、もう飲み放題でございます。普段飲めないようなですね、高価なお酒なんかも本当に飲み放題で飲める場所なんでね、本当にお酒の好きな方からすればですね、本当に天国のようなですね、研修 なのかなと本当思いますよね。で、私自身はまあこういったことで談笑しておりますんで、もうね、そういったところで自分との戦いというとこだったんですけれども、まあ、その中でですね、まあいろいろ私自身にもね、作戦というものがですね、ありました。もうもちろん飲む気はね、もちろんありませんでしたが、以前の動画でもですね、私自身話しているんですけれども、やっぱりですね、今回の研修の中でもですね、一番の目的っていうのは自分のスキルアップももちろんなんですけれども、全国から集まっている支社のですね、まあ、社員、役員、そういった方々とですね、横のつながりをですね、がっちりつなげるというような親睦をですね、図るのもですね、まあ、すごくですね、重要なことだと自分自身ね、捉えておりましたんでね、その辺をですね、どうクリアしていくのかということでね、ただね、私は飲みませんのでと、そこでですね、壁をね、作ってしまえばですね、飲まないでいられることはですね、まあできるのかなと思ってましたが、それじゃあね、親睦全然図れませんからね、どうやってですね、酒を飲まずにいろんな方々とですね、親睦を図っていけるのかなというところをですね、私自身の一番の、まあ、主眼といいますかね、目標として、今回の研修ね、参加させていただきましたが、まあいろいろ作戦は練っていきましたが、まあ、最初はですね、まあ、私は酒が全然飲めない体質なんだという設定でですね、まあ、人と接していたんですよね。最初の2日3日4日あたりはね、そうやっていくうちにね、なんか私自身ですね、すごくその場しのぎになっているというのかな、なんかまあ嘘っていうんでもないんですけどね、なんかね、心の隅にですね、引っかかってしまうんですよね、そういう設定でいっちゃうとね。なんでね、やっぱりね、そうやってるとね、私自身ですね、本当に腹の底からですね、話ができないんですよね。なんでなんか自分自身になんかすごく違和感がね、あったようなところだったもんですからね、研修を過ぎて3日4日あたりにですね、実は研修のメンバーにですね、カミングアウトをしましたね。皆さんと、本当はね、私は酒昔浴びるほど飲んでたんですよと、そういったことでね、お話をしましたね。
まあそしたらなんだよとね、それじゃあ飲みましょうよってことでですね、まあある意味ですね、まあ向こうは向こうで気を使ってね、そうやって言ってくれるんでしょうけど、結構勧められましたね、そうカミングアウトしたらね。まあその中でですね、さらに私自身ですね、このままではね本当に飲まなくてはいけない雰囲気になっちゃいますんで、さらに本音でね話したいっていうところでですね、まあ私自身、お酒はですね飲んではダメな人間なんだというところをですね、まあ過去のですね、まあ、この動画じゃちょっと言えないですけどもね、私の失敗談みたいなところをですね、まあ、カミングアウトをですねしていきました。まあそういったことでですね、研修のメンバーの方々にもですね理解をね、していただきまして、まあ、それからですね私自身もさらに踏み込んだですね話もできるようになりましたし、その研修の中でですねさらにしっかりとした絆といいますかね、信頼関係といいますか、今後本当にね一生付き合えるようなですねこういう関係を結べたのかなと思っております。その中でもですね、またまあ、夜のですね懇親会なんかで気をつけていたことなんですけど、他の動画でもですね話させていただいてるんですけれども、やっぱりですねそのお酒をですね、私自身飲まなくてもですねやっぱり付き合いということで、みんなのですね協調性っていうんですかね、そういったところをですねしっかりと持ってね動いていくことっていうことをですね気をつけました。あとはね、まあ、自分はですね相手の、ね、みんなのために今何がねできるのかなというところをですねしっかりとですね考えながら行動は取っていたつもりですね。まあ、そういったところでですね、まあ、今回のですね動画で私のですねチャンネル見ていただいております視聴者の皆さんに、まあ、特にですねお酒で悩んでるですね方に伝えたいことはね、本当に辛いと思うんですよ。談笑しながらですね飲み会の席に出席をしなくちゃいけないっていうのはね本当に酷でありますし、最初はですねもう拷問のようなですねそんぐらい辛いと思いますよね。ただですね私も今回の研修の中で得られたものっていうのはですね、お酒を一滴も飲まなくてもしっかりとですね交友関係ですね、そういった絆、そういったものをですね結ぶことができるということをですね私自身実証いたしました。本当に大きなね自信になりました。今後ですねどんなようなですね飲み会があってもね、私は談笑を継続してしながらですね交友関係を築き上げていくんだということをですね、まあ、確信というんですかね、そういったものが持てましたんでね、まあ、そういったことでですねお酒で悩まれている視聴者の皆さん、お互いにですね、今後も談笑を頑張っていければと思います。そういったことでですねまた動画の方を上げていきたいと思います。お酒の方でですね悩みになられている方とね、お気軽にですねコメントをいただければ、今のですね私の、まあ、精一杯ですね気持ちを込めましてコメントでですねお返ししたいと思います。それではですねまた動画の方を上げていきたいと思います。最後まで見てくださったあなた、これも何かのご縁でございます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。最後まで見ていただいてありがとうございました。今回のネタが良ければグッドボタンをお願いいたします。私に聞きたいことがあればガンガンコメントください。それでは次回の動画でお会いしましょう。